先輩芸人でも容赦しない毒舌が話題になっている霜降り明星の粗品31元雨上がり決死隊の宮迫博之54との間に勃発したバトルはネットを中心にケンケンの賛否を呼んだ写真ありひな壇に座らせるよう提案したという粗品発端は4月に粗品が酒のつまみになる話フジテレビ系に出演した時 芸人なのにユーチューバーおもろいやんみたいなこと言ってるやつもめっちゃ嫌いでと宮迫さんを呼び捨てで批判一方の宮迫さんもテレビに出てた時の俺を超えてから言えお前アメトーークみたいな番組作ったっけなどと言い返し SNS 上で話題になりましたスポーツ指揮者最終的には宮迫が降参宣言をして騒動に終止符を打つもその後も粗品の勢いは止まらなかった 7月に放送され総合司会を務めた FNS27 時間テレビ38、富士系でも暴走を続けていたという。今年の27時間の司会は霜降り明星やチョコレートプラネット、花子といった富士がプッシュする人気番組、新しい鍵の出演者たちが起用されたのですが、まずこのオファーの段階から不穏だったのです。そう語るのは富士テレビ関係者だ。 こちららの条件をを飲むならオファー受富士としては新しい鍵税をメインに押したいだけで決して彼一人だけをメインにしたわけではなかったのですが粗品さん的には自分ありきと思ったようでそれでもなんとか説得して出演にこぎつけたもののやはり過激な提案を連発したのです。 特に一番口を出してきたのが、さんまのお笑い工場委員会のコーナーでした。明石家さんまさん69をあえて、他のタレントと一緒に、いわゆるひな団席に座らせ、若手芸人たちが芸の衰えなどを厳しく糾弾するという設定を提案してきたのです。斬新ではあったのですが、さすがに制作サイドとしても、そこまではさんまさんに提案できません。結局 MC 席の横に別に椅子を用意して、そこに座ってもらうことになったそうです。本番では、後輩芸人たちのツッコミへの、さんまさんのパワフルな応戦が際立ちましたが、粗品さんは場をじきれきれず、グダグダな感じになっていましたね。前室フジテレビ関係者、粗品の相次ぐ要求にストレスをためたスタッフの中には、制作の担当から降りた者も,もいたという。確かに粗品さんは よく言えばテレビサイズに収まらないストイックで革命家タイプのクリエイター芸人。何より m 1 r 1のニ冠を制覇した史上初の存在であることは誰もが認めるところ。しかしながら、実力がありながらも精神的に浮き沈みが激しいタイプです。特に今年に入ってから全方位に攻撃を続ける今の粗品さんに対し、多くのテレビ局スタッフが不安材料が多く。 近寄りがたい存在と敬遠するようになっているのです。実際、かつては多数あったレギュラー番組も、現在は全国放送のものは新しい鍵ぐらいです。最近のテレビの企画会議で、どのタレントさんも起用するか話し合う際には、粗品さんの名前が出ることがめっきり減ってきていますね。バラエティー番組放送作家、先輩への攻撃はともかく、スタッフまで怯えさせては、 活動の場所が減っていくばかりだろうが。